おったカニがどっか行ったな。どこ潜ったんや。みんなエビです。一匹ツチガエルも入ってますがエビです。おいで。カイさん、そこに余分なんが入っとるからそれほかしといて。今日は蒸し暑いけども多分雨の心配はなさそうです。こんにちは。今日も一日もうすぐ終わりますが、それほかしといて、それほかしといてって言うとって、さっきそれいらんわ。ハクもいらんって言うてんの。それこんな、え、そこら辺おかしてくれてええわ。でっかでっかい蛇やろ。もういらんからほかしといてて今頼みました。ちょうど網持ってきたんでお願いしました。イモリだらけでしょ。はい、蛇をね取ってもらいました。これはね、見えるかな、みんなエビです。たくさんエビが釣りの餌なんかにねするような、あの白鯛エビとか俗に言うたりしますけど、南沼エビじゃないかなと思います。あ、畑行こうか。よし、ごめんなさい、今ちょっとコメント読めませんでした。いや、そういうわけじゃないですよ。別に確信犯ではないですよ。あ、ねじれた。いやいや、前もねちょこちょこ一緒にあの魚取りに行ったりしてたお客さんです。ブッキーエビは食べられへんわ。まあそう言われてもしゃあないな。
かないのか。コスモスがいっぱい咲いてしまったから。こっちの方がええと思うわ。こっちはどうせレンコンどんどん水抜くから、はい、エビの放流、このエビが増えて、たくさん増えたらかき揚げでも作ってみんなで食べようかな。柿の種はね、そのまま出てくるんで全然大丈夫です。それを大丈夫っていうのかどうかはまあ判断の分かれるとこですが、とりあえず毎回出てくるんでね、もう気にはしてません。もうね、10年食べてるんで、特に問題が起こることはなさそうです。そうやろ？クレソンがまた、クレソンこれ、はびこってしもて、食べとる自分で。ブッキー、ブッキーおいで、ブッキーおいで。あれでブッキー。クレソンあげるよ。これね、美味しいです。今のクレソンは美味しいです。まあ、喉に詰まったりとかね、そんなことはないですけどね、本当それは最悪のことを考えればね、腸に詰まったりとかいうことがない、100% ないとは言えないかもしれへんけど、まあそれ言うてると牛の骨でも食べますからね。あ、ちょっと前のコメントが読めてないですけども、横にあるのは何なんですかね。はい、ラブラブ、ありがとうございます。高級クレソンかどうかわからんですけど、クレソンとりあえず食べ放題です。ちょっと苦味があって、今のクレソンは結構美味しいと思います。見える？見えへんやろ？分かれへんやろ？メダカがいてるんですけどね、おらんはずはないんですけどね。サギもね、結構来てるんで捕らえてるかもしれへんけども、まあ全部取られることはないと思うんでね。うん、クレソンはね、他に食べるもんがないと喜んで食べます。他に食べるもんがあればね、他の美味しい甘いものの方が好きですけどね。あ、ブッキーが今私が手に持ってんのを見つけて来ようとしてます。はい、さっきブッキーが来たもんな。まあ最強の野菜やっていうふうにね、クレソンのことアメリカのどっかのセンターが発表以前にしてましたけども、犬にとって最良なのかどうなのかわからないですけど、まあとりあえずずっと食べてて何も起こらないんで悪いことはないと思うんですけどね。かぼちゃが、かぼちゃ向こうにもね、かぼちゃが何個かぶら下がってます。今年は本当に出来が悪い。こんな小さいのしかできてません。もうじきね、このキビ、タカキビっていう以前遊びに来ていただいた方からもらった種のね、これがもうじき収穫できそうです。これもね、今年は種として置いておいて、来年はもっとちゃんとね作りたいと思います。
今回巻いてね、出てきたのが雑草なのかこれなのかがよく分からなかったんでね、草刈りさえもちょっとためらったんで、たくさんね結構できました。雑草の中に負けずに、もともと雑草なん、雑草みたいなもんなんでね、たくさんできてるんで、これ種として置いときたいと思います。コスモスもね、今近くのコスモスの里もたくさん咲いてました。昨日前通ったらたくさんお客さんが来て賑やかそうでした。あれ、あ、1個だけハスの実が取れそうかな。あ、鶏さんはエビ食べますよ。エビはすごく喜んで食べます。その目的もあってね、エビちょっと増やしたいんですけどね。いける？いけますか、お姉さん。足もつれてますよ。さっき大きな、さっきあげたやろ。あ、アブラゼミがおった。またアブラゼミおんねや。ブッキー、適当な鍵ないわ。ちょっと硬いよな。柔らかいのちょっと探さないとな。あ、ここにあるわ。よかったな、ブッキー。はい、ブッキー。よし、よし、うん、そこ置いといたな、網と。この柿はね、あのここに柿2本あるんですけど、あ、3本あるんですけども、甘いのんと渋いのんと両方入る柿と、真ん中の柿はほとんどみんな甘いです。それもね、シーズンによって、年によってね、結構ね、渋の比率が高かったり、もう全部ほぼ全部甘かったりとかね、いろいろ分かれます。時期によって変わります。あくも武器もあんまりね、渋いのんとか気にならないみたいで、甘さの方がよくわかるみたいな。中入ろう、タコ入るよ。今日はじいちゃん来てないんですけど、昨日来ていただいた方がお土産をたくさん持ってきてくれたんで、それを冷蔵庫に入れてあるんで、ニワトリさんにもちょっとあげたいと思います。根刈りもせなあかんのですけどね。レイラさんってどっから名前を付けはったんでしょう。映画の主役から取ったんでしょうか。レイラっていうキツネがいてましたよね。確かいてたような気がするんやけどな。だいぶ数が
減った。うん、半分になったさ。8つおったんが今4つになったからね。水飲んできた？うん、あのそのそもそもつけた名前のゆえんって何かあるんでしょうかね。確か違ったらごめんなさい。あの北狐物語かなんかっていう映画がありまして、その中の、狐の名前にレイラっていうのがいてたような気がするんですけども、昔見た映画の中でね、そのレイラから取ったのかなと思ったんですけど、違ってたらごめんなさい。あの映画そのもの名前ももう大昔なんであやふやになってます。大さん、これ開けたって。開けて、あもう待ってるやん。ちぎって鶏もちっちゃいの投げてやって。うん、ちっちゃいの。まずお前らか、まずお前らか。そう、私もね、昔もう子供の頃やったと思うけど、北狐物語っていう映画見て、そのお母さんの名前がレイラやったような気がするんですけどね。お前らまだ食べるわ、まだ食べる。あの違ってたらごめんなさいね。あの北狐物語という映画があったのは間違いないんですけどもね。今日はあれかな、卵。あ、今日だいたいもう稲に入れた稲の米がだいたいなくなりました。はいですね。え、ごめんなさい、なんか見えてなかったかな。スルーするつもりはないんですけども、ごめんなさい。また後で読ませてもらいます。全部欲しい。40年ぐらい前、もっと前ですよ確か。あ、まだある、うん、あ、もう全部あげる。うん、あげていいよ。木の木あたりとかそれ持ってきてくれたやつやね。40年どころじゃないと思うわ。あ、お前取られたやん。どっちか食うたやん。それ気づかなかった。気づけへん。もう君らは終わりや。終わり。あ、踏まれた。踏まれた。ぶっちゃんに踏まれました。ないって。もう一つあれか、ソーセージやってもらおうか。これやってくれる？ああ、私も映画館見に行きましたもん。ソーセージ大好きな。
お前らもちょうだいって言ってこい。あ、やっぱりそうですよね。レイラっていうのはお母さんキツネの名前ですよね。確かそうやったんちゃうかなって、もううろ覚えですけどね、好きな映画やったんで、見た時にふっと思い出しました。レイラ、レイラってなんか聞いたことあるなと思って。気がついてへんだけで、来たらすごい喜ぶんやけどね。呼んでこうか。よいしょ。おいおい、入ってこいよ。戻ってこい。はい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 、戻ってこい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 、ほら戻ってこい。もう一つ。こらこら。あれ。あれや。ここめ。え、ちゃうか。あれ。もう一つどっか行った？どこまで旅に出た？はいはい。君も戻っといてよ。はいはい、戻っといて、ほら。はいはい、戻っといて戻っといて。来た来た来た。どっちか。お前か。そうそう、今こいつが来た。ない。今日はじいちゃん来てないんでね、あの昨日遊びに来ていただいた方がたくさんおやつの差し入れいただいたんで、その分をね、今日オートバイの修理に来てたお友達と一緒に食べてました。ないない。そう、うん、あのこのね、頭のハゲた通称おつるちゃんという子はね、割と人間の近くにいつもいるんでね、かなり得してると思います。結構ね、人間の近く、じいちゃんの近くなんかにもよくいてるんで、結構たくさん多分もらってると思います。その割には毛艶というか毛並み悪いんですけどね、結構たくさんもらってるはずです。で、餌箱で食べるときにね、餌箱の前へ入って食べるんで、頭が擦れるんで、頭の毛が剥げたんだと思います。まだありまっしゃろうってまだありまっしゃろうって、まだおまっせって言わないでも。カエルが鳴いてんねんけどな、カエルが鳴いてんねんけど、みんなで探しに行くんやろうか。トノサマガエルがゲコゲコって鳴いてます。ダッシュで行っとるな、捕まえに行ったんかな。はいはい、今日ね、新しくじゃないけど、この間ちょっと試し狩りしてきた稲の稲穂、もうちょっと足しときます。玉ねぎ置いてた芽が出てきちゃいました。よいしょ。いる？カエルとかの方がええって。よし、またこれをゆっくり食べておいてもらいます。君ら食べへんやろ、こんなんな。
よし。うん、まあ本当に喜んで食べるのはね、最初しばらくみたいですけどね、やっぱ他に食べるもんがないと間違いなく食べますし、玄米だけでもつまらんみたいで、だんだんとやっぱり稲穂についたやつもなくなっていきましたんでね。カイさん、ゴーヤーは食べる？これ食べへん？食べるのは食べますよ。あ、持って帰る？あ、もう箱だけ。これうちも容器あんねん、ゴーヤー。後で取って持ってもいいし。もうちょっと食べる？もうちょっと食べたい？お前らはもうちょっとって言わんと、いつまでたっても食べたいもんな。半分でも食べるもんな。よう食べるよな。パンやろうか。その代わり今日晩はなしやで。晩ご飯はもうこれでおしまいよ。じゃーん。どれだけ食べんのあんた。どれだけ食べんの。なんぼでもやな。どれだけ食べんの。おい、お前らも来い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 。行け行け。早け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 。よくやるからお前らもらえ。おいで。はいはい。よいしょ、はい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 、向こう行こう。よいしょ。はいはい。はい。よいしょ。お前か。ほら。降りろ。このね、今パンあげてくれる方もね、もともとはゴールデンを買ってはった方です。だからね、ゴールデンの扱いには慣れてます。こんだけ食べたいの。こんだけ食べたいの。賢いな、お前。結構面白いですね、から個性あるしね。ちゃんと見てるもんな。見てるもんな、お前な。ん？こっちないよ。よかったやん、今日は陽気もろてん。今日はね、じいちゃんは来てないです。今日はね、来てないんで、本当はおやつもないんですけどね、昨日来ていただいたお客さんがたくさん差し入れを持ってきてくれたんでね、それを冷蔵庫に入れてやったんで、今それをちょっとね、カクテイブキとニワトリ女子に食べてもろてました。分かってる、分かってるの。あそこにあんねん、思ってるもん。ええ、カイさん、適当に出してやってくれたらええで。あ、そっちにまだ残ってんねや。そうそうそう、そっちに残ってんねや。残ってるから、あそこあんねんけどな。あっこりゃ。こっちだ。食べられへんか、お前、でかって。今日はね、ちょっと蒸し暑いんでね、
ツクツク帽子も鳴いてるし、今日アブラゼミもね飛んでました。あれ折れへんようになった。とりあえず食べてから飲むってだからね、10月になるんで、今日ね、またパケット残っててよかったです。明日からはね、ドコモの分の30ギガに変更してあるんで、多分なくなることはないと思うんですけどね。今回は1ギガずつの追加やったんで、結局3回追加したんかな、増税、確かに増税ですね。お前かじってみ、お前かじった一口でなんだろうな、お前。あ、もう出た。飛んできよった。他のコーラどこ行ったの？どっかカエル取りに行ったんちゃうかな。はい、はい、最後やで。もうないで。何にもないって。終了や。なくなったって。見てみ、ほら、殻やで、殻。ほら、ないって。ないって。ないやろ？ないって。なくなったって。泣く。水飲んで、ご水。うん、熱くはならないですね。これってね、あんまり解像度高くないと思うんですよね。全く温度は問題ないです。このカメラっていうか、このスマホで 4K 撮影をすると10分間で切れるんですけども、それを2回連続ですると途中で停止しますって言って、温度が上がりすぎましたって言って切れます。それよりも 4K で撮らなければずーっと撮ってても、熱で止まることはないですけどもね。 4K で撮ると10分の2回撮ろうとすると途中で止まる時があります。よいしょ。今日も雨の心配は全然なかったんですけども、すごく蒸し暑い一日でした。今日ね、山へ入って歩きに行こうかなと思ったんですけど、川がすごかったのと蒸し暑かったんでね、ちょっと今日は山入るのはやめました。妙見の方へ夕日が沈んでいこうとしてますけど、まだちょっと時間ありそうです。妙見さんの方、明日はそうですね、こっちが池田市方向、真ん中が池田市方向です。この谷になった部分と奥の谷の部分に国道423号線が走ってます。この真ん中の方、遠くの山の、昨日見えてなかった山ですけども、この山の向こう側が箕面、大阪府箕面市方面、勝尾寺方面ですね。箕面の滝とかある方向です。手前に見えてる屋根はお寺ではなくて、私がこの畑とかね、稲とかもらった方の地主さんのお家です。今はね、こっち方向はまだこういう青空と白い雲ですけども、
西方向はね黒い雲になってきました。これが台風の雲なのかどうかちょっとわからないですけど、まあ多分下り坂なんでしょうね。はい、まだくれってね頼んでますね。見てもない、もう終了。さっきねヘビ確かにね出してもらったんでね、今日もうヘビ出さなあかんなと思ってね、ぼちぼち腐ってくるんでね出しとかんとあかんなと思ったんですよ。そしたらちょうどね網持ってきた人がいてたんでね、ちょっとお願いしてヘビ出してもらいました。水が冷たいんでねなかなか腐らないんですよ。で外へ出すとねすぐにやっぱり腐るし、匂いがしだすとイタチやらいろんな、まあ、キツネもあそこ入ってますんでね、多分すぐなくなると思います。腐ったら匂いがするんで多分すぐ寄ってくるし、トンビもね降りてくるし、いろんなんがご飯として持っていくと思います。風強くなってきた。この辺全く今風ないで無風で暑いですよ。ほとんど風ないです今は。ゴーヤの葉っぱもほとんど揺れてない、もう全くですね今無風です。そんなわけ食べたらなあかんわな。また明日食べよう。吐くもな。はい、今日も、鶏帰ってきたか。あ、熊本の方も多分台風に近いんでしょうね。こっちはだいぶ近いんで、南風入ったら蒸し暑くて、もうぼちぼち雨も降るんでしょうかね。この辺りは最高気温多分30度はいかなかったんですけどもね、蒸し暑いのは結構今日は蒸し暑かったです。アリ地獄のね、誰かが書いてはったようにアリ地獄の地獄タイムです。京都ね、京都本当盆地なんで暑いですよね。冬寒くて夏暑くて、でもいいところですよね京都ね。また夜の間にねちょっと京都のどっかへハクとブッキーと連れて遊びに行こうかなと思ってます。昼間行くとたくさんの方がいてるんで、やっぱりああ、ほこり。バシバシしてあげる。バシバシしてあげる。あり地獄のね、地獄タイムね。はい。なかなか。ゴロがいいなと思ってね、見てました。その割にはね結構ね残ってるんですよね。多分ニワトリさんはこの時にご飯を探してないと思うんですよね。蹴飛ばして蹴飛ばして砂をかじってるだけで、虫は探してないような感じなんで、体に砂つけてね。でアリ地獄もひっくり返されたら動かないんで多分見えないんだと思います。だから毎回ひっくり返しても結構アリ地獄残ってます。ここにまだこれ1個アリ地獄ね残ってます。もうねもうじき薄葉かげろうになって出ていくと思うんですけどね。はい、これが10歳の琥珀。琥珀？ブッキー？ブッキー？はい、これが9歳の弟の方のイブキです。ニワトリさんまたそのうち増やしますよ。ちょっといつっていうのはまだね、わからないんですけどね。とりあえずひよこで飼ってくるんで、当面は
何、冷蔵庫の中かよ。当面は衣装ケースの中に電気入れてね、家と事務所と往復して連れてくるんで、鶏小屋いらないんですけど、大きくなる前にもう一つ除飼料作らなあかんので、それがね目処ついたら、また増やそうと思ってます。その時にもね、増やすのをボリスブラウンにするのか、アローカナにするのか、ウコッケーにするのか、まあはたまた白色レグホンにするのか、これもちょっとねまだ本当に決めてないんですけどね、アヒルを買おうかという計画もあって、アヒルを買うならコールダックの方がいいかなと思ったりとか、いろんなことを考えてます。昨日妻と夜車で走ってたら、用水路の際に多分カルガモだと思うんですよ、カルガモのヒナが1羽、カイさん、カルガモのヒナが1羽、迷い子が言ってたんで保護しようかなと思って車から降りて追いかけたんですけども、用水路を伝ってどっか逃げちゃったんで、最終保護できなかったんですけどね。まあ本当はそれは保護しない方がいいっていう話がね、一般論なんで保護しなくてよかったんだとは思いますけども、道路に出てきてたんで危ないのでちょっと移動させようかなと思ったりはしましたけどね。アヒルね、アヒルね、アヒル市場で買うのもどうかなと思うから、夫婦で買うのも楽しいやろうなと思うし、ハグとブッキーと一緒に散歩してくれたらなお楽しいやろうなっていうのと、でも鶏さんにいじめられたらかわいそうかなっていうのがあってね、多分鶏はいじめますんでね、鶏の方が多分強いと思います。今これでみんな帰ってきたよね、みんな帰ってきたね、おつるちゃんにね、個別にあげに行ってくれました。お前らもちっちゃいのに我慢してて、はい、終了。はい、今日も画面乱れずに行ったんかな、ちょっと分かりませんが、引っ張ってもないってないって、早く進めるんやって、それ、ないやろないやろ。はい、今日もたくさんの方見に来ていただいてありがとうございます。向こうで魚肉ソーセージの袋くわえて催促してるのは琥珀で、それ見てるのがね、いぶきです。で今ハクの口から取ろうとしてるのはね、以前一緒に魚取りしてた永遠の少年の方です。返してって言ってくれな、無理やり取るで、開けてや、開く、取ってくれていいですよ、甘えとる、ほら口開けよ、あ、ここ放ってくれた、もうセンサーライトが電気つきました。結構ね暗くなってきて、以前は、この時間にまだね全然つくことなかったんですけどね、やっぱりもうちょっと暗くなってきました。はい、たくさん見に来ていただいてありがとうございます。大阪府豊野郡豊野町桐畑地区です。明日ね天気が土砂降りとかそんなんでなければまたどっちにしろ散歩には出ますので、短くなるにしてもちょっとまたできればやってみたいと思います。ただ仕事の都合があって出れなかったりする時もありますので、時間は不定期とさせてください。はい、こちらこそありがとうございます。はい、奥がいぶき、まだ冷蔵庫見てる琥珀といぶきです。毎回ね同じような動画になりますが、毎回同じ動画を出せるというのは毎回元気に一日暮らせたということで
私としては私とても嬉しいことです。まだ冷蔵庫見て、冷蔵庫見てちょうだいって催促してます。もう今日はおしまい、もうないよ。はい、ありがとうございました。失礼します。また明日お会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、また後でゆっくりね、保存もされると思うんで見てください。ありがとうございます。失礼します。